ですね、国道が土砂崩れで通行止めになってまして、旧道、迂回路の林道を通ってるんですけど、さらに道幅が狭くなると思うんですけど、果たしてこの前に車を通り抜けられるんですかね。私がこの道を通ることはもう二度とないとは思うんですけど、こんな道もあったんだなって感じですよね。今日はエスティマでいろいろこう峠道を走り込んでみたんですけど、やっぱりいいですね。安定してます。重心が低いからという性もあるかもしれないんですけど、ミニバンにしてはすごくいい走りをしてるんじゃないかなと僕は思いますね。ちょっとこの辺りがですね、かなり狭くて、横は崖になってるのでもうすれ違うことができないんですよ。なんでも対向車が来ないことを祈るばかりですね。もうすぐですね、国道に戻れる位置まで戻ってきてます。ただここがですね、最大のなんていうんですかね、狭い区間というんですかね。なのでここさえ通り抜けちゃえば、あともう少しなんです。あともう少し国道なんですけどね、頑張って通り抜けていきたいと思います。次目標、今目的地はですね、宮ヶ瀬です。いつもの宮ヶ瀬の駐車場に、行ってみたいと思います。ちょっと年齢とともにですね、滑舌が悪くなってきてるんですかね。気をつけます。この坂を登りきれば国道だと思うんですけど、もう一息です。この近所の人たちにしてみればですね、突然迂回の車がたくさん通るようになってきて、非常に迷惑な話だと思うんですけど、こればかりは天災ですのでしょうがないです。やっと国道に戻れました。やっとここからですね、普通に走れます。いや、ちゃんと舗装されて広い道はありがたいですね。宮ヶ瀬はそんなに距離はないので、宮ヶ瀬って言ったらまた休憩したいと思いますね。
さんのあたりと比べたらこっちは日差しがまだ若干出てて、天気はこっちの方がまあまあいいですね。あの雲が晴れて富士山が見えるんじゃないかと少し待ってみたいんですけど、あのだからとても雲が取れる気がしなくて時間の無駄のような気がしましてですね、戻ってきました。
キノコが取れるので、皆さんキノコを取ってるんでしょうか。私も昔、親に連れられてよく山に入ってですね、キノコを取りました。ただですね、まあ、食べれるキノコと食べれないキノコももちろんありますので、鑑定していただけるところがあって、そこに持っていくとですね、まあ、3分の1くらいはですね、飛ぶキノコなんですね。なので、その分はもちろんその場で廃棄、はい、いたします。でそれを家に持ち帰って食べるんですけど、私はですね、いつもあまり食べないんです。それなぜかというとですね、取ってきたキノコっていうのも同じ袋に入ってるんですよ。なので鑑定とキノコと食べれるキノコを分けてもらった時に、まあ、その場で分けたとはいえ、細かいカスとかは僕絶対入ってると思うんですよ。なので食べないようにしてるんです。まあ親は気にせず食べて、バカなやつだなって言ってるんですけど、これには理由があって、私自身ですね、以前、まあ、地方に行った時にですね、キノコのおそばを注文して食べたんです。そしたらですね、その日の晩、体中にジンマシンが出まして、ひどい目に遭いました。ですので、まあ、キノコに関してはですね、まあ、それ以降気をつけようと思うようになったわけですね。まあ、もちろん市販されてる、まあ、確実に食べれるって分かるようなキノコでしたら食べますけど、やっぱちょっと野生のキノコは、まあ、過去そういうことがあったことがトラウマになって、ちょっと食べるのは僕、まあ、食べないようにしてますね。よいしょ、これでいったものが口に出てきました。自宅からは全然遠いんですけど、まあ、やっと帰ってきたって感じになりますね。僕はなんでこう宮川線のこの駐車場によく来るかといいますと、まあ、ここはですね、いろんな車が集まって、時として珍しい車に遭遇することができるんです。まあスーパーカーや、まあ、昔のこう懐かしい車ですね、私が若かりしい頃に乗っていた車もたまにやってきます。まあ、あとまあ景色がいいのももちろん含めてですね、いろいろな意味を含めて、ここはですね、まあ、僕のこう秘密にしてるわけでもないか、お気に入りのですね、スポットなんですね。この宮ヶ瀬の鳥居原、駐車場です。この駐車場のいいところは、駐車料金かかんないんです。無料なんです。宮ヶ瀬には商業施設があるポイントがもう1箇所ありまして、そちらの駐車場は、平日はどうかわかんないんですけど、確か土日は確実に有料だったと思います。なのでそっちには行かないです。しかも特に商業施設に行く用事もありませんし、何を隠そう、私がジンマシンを発症したそばを食べたのはそこのお店だからです。やっと着きましたね、宮ヶ瀬です。この車はどうしようとしてるんですかね。今日はここでですね、七島のなんか車を駐車スペースに自動的にこう止める機能がありまして、まあ私実はちょっと機械に疎いので、なかなかそれを使いこなせないものでして、後で練習してみようと思います。